皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。どうも皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日の動画は皆さんにチューニングの仕方をご紹介させていただこうかなと思います。チューニングの仕方、まあチューニングになりてね、ある程度その中級者ぐらいやってくると、チューニング別にそんなの説明されなくても分かってるぞみたいな感じになるかもわからないんですけれども、意外とねその初心者の方にとってチューニングって敷居が高いというかややこしいものなんですよ。なんかこの表示の仕方が分かんなかったりとかで、なんか合わせてるつもりなんだけど全然合わなかったりとか、あとなんか巻きすぎちゃったり巻かなすぎちゃったりとかして全然真ん中に定まんねえよとか、なんかそんな感じでこう、チューニングめんどくせえってなってる方がすごく多いと思いますし、この動画を見てるあなたも多分そうだと思うんですけれども、分かる分かるってなってると思うんですけれども、そんな方に向けてチューニングのコツ、方法などをご紹介でございます。これを知らないからちょっとややこしい、これを知らないからわけがわからないっていうのがちょこちょこあるので、僕がいつもレッスンとかで、生徒さんにお話ししている内容をそのまま皆さんに、お伝えしようかなと思います。ぜひ参考にしてみてくださいませ。とりあえず必要なものはこちら、チューナーでございます。チューナー、これはチューニングをするので必ず用意してくださいませ。まあこういうクリップタイプのやつと、あとカード型のやつ、なんかこの、こんぐらいの、なんか iPhone ぐらいのサイズで、シールドとかブスッと挿して、なんかこうね、スイッチ入れてチューニングするタイプのカード型。あと、エフェクターみたくね、足元とかに置いて、足で操作するペダルタイプのチューナー、うん。基本的にこの3つのチューナーがあるんですけれども、あと4つ目としてあれか、スマートフォンとかで、アプリであるようなチューナーですね。そんな感じで4つのチューナーがあるんですけれども、こういうクリップタイプのものがダントツに便利なので、もし持ってなければ、ぜひ、ゲットしてください。いつもペダルタイプでやってます、iPhone とかでやってます、なんかいつもカード型でやってますっていう人いらっしゃるかもしれないんですけども、もう悪いこと言わないので、もう早い段階でクリップチューナーを買いましょう。僕がおすすめしているのは、このコルグの PC-1 もしくは PC-2 という機種か、TC エレクトロニクスのユニチューンという機種です。この2つがとてもおすすめ。概要欄の方に貼っておきますので、リンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。PC-1、PC-2 はシンプルで安くてすごくいいです。で、このユニチューンに関しては4,000〜5,000円とちょっと高くなるんですけれども、こっち1,000〜2,000円で買いんですけども、こっち4,000〜5,000円とちょっと高くなるんですけれども、視認性がめちゃくちゃ良くて、反応もめちゃくちゃ良くて、精度もめちゃくちゃいいです。もうすごくおすすめ。お小遣いが許すなら絶対ユニチューンおすすめという感じでございます。まあそんな感じで、どちらか、もしくはまあ別にボスとかでも構いませんけれども、何かしらのクリップチューナーはぜひ用意してみてくださいませ。それでは、参りましょう。とりあえずチューニングをしていく前に、ちょっくら、知識のお勉強の時間でございます。ベン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 、お勉強の時間でございます。ベン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 、楽しい楽しい音楽の授業の時間だよ。やってきたね、ワクワクするね、楽しいね、あはははは。ホワイトボードさ、なんと文字が高ければブブブブブ、あはははは、楽しい。あと去年僕知ったんですけど、このホワイトボードの文字を消すのにイレイサー使う、あ、いや、この話熱いでしょ。ちょっとまた、余計な話になって怒るじゃん。何がです、何がです。今の話は何かと覚えしますね。きえねえ。このホワイトボード、傷だらけで、消えねえ。けど、まあ、いいか。映ってない、大丈夫、大丈夫。うっすら残ってるんですけど、大丈夫。とりあえず、覚えてほしいことは、音名の話です。音名。どういうことかと言いますと、皆さん普段、ドリミファソラシドっていう言葉を、聞いたことがあると思います。ドリミファソラシ。音楽の授業とかでもやりましたね。ドリームファソラシドーっつって。これ、何語か知ってますか？ドリームファソラシドという名前。これ実はですね、イタリア語なんですよ。びっくりすることに。皆さんイタリア語を喋ってたんです。で、こっから、ドイツ語とか、日本語とかあるんですけれども、音楽で使うのは、あ、じゃないか。ギターとかで使うのは英語表記なんです。英語表記。英語表記はどういう表記にするかというと C、D、E、F、G、A、E という感じ。ちなみに日本だと、日本語とハニ、ハニ、ホ、ヘ、ト、イ、ロ。ドイツ語だとセー、デ、エ、エフ、ゲ、ア、ハ。クラシックのね、音楽とかだと結構ドイツ語を使うこと多いです。で、その能とか楽とか、その琴とか、そういった日本的なものに関しては普通に日本語を使います。で、基本的にイタリア語はね、どのジャンルでもよく使われるんですけれども、ギターとかベースとかドラム楽器、ドラムとかバンド楽器に関しては、イタリア語と英語を使っていきます。で、そこで何を覚えたいかっていうと、ドレミファソラシと書いて、よかったらメモ取ってください。ドレミファソラシ。
その下に CDEFGAB と書いてほしいんですよ。で、それぞれチューリングをしていくときにイタリア語ではなく英語を使っていくので、このアルファベットを覚えておく必要がございます。よかったら覚えてくださいませ。 C はド、G はソみたいな感じで、で A はラみたいな感じで覚えておいていただけますと幸いでございます。ホワイトボードを消すときにね、この今までイレーサーを使ったりティッシュを使ったりしたんですけれども、最近このメラニンスポンジを使うとすごく良いということに気がつきました。けどこれはあれです、この意外と見えないな。あ、でも見えるわ、全然見えるわ。これあれですね、この前使った人がね、これなんかたわしかなんかで、ね、ガシガシやってね、盤面がね、ボロボロになっているから、ね、インクがめちゃめちゃ染みてしまっている。ちょっとめっちゃ文字が残ってるけど、毎日しましょう。で、次、多めのことを覚えてならば、それぞれその何の音にチューニングしていかなければいけないのかを覚えます。それぞれこうね、チューナーにこうボーンと音を聞かせて、なんだろうな、チューナーはめる、電源入れる、で、弦鳴らす、で、チューナーが反応して、それに合わせてこうチューニングをしていくってするんですけれども、チューナー自身は、この人は何弦を弾いてるんだろうっていう判断は一切してくれないんです。ここ大事。チューナーはこの人は何弦を弾いてるんだろうっていう判断は一切してくれないんです。あ、この人6弦弾いてるな、5弦弾いてるな、3弦弾いてるなとかではなくて、単純にその近い音はこれだ、近い音はこれだっていう感じで近い音で判断しているだけなんですよ。なので、そのチューニングをする我々がそれぞれの弦は何の音にチューニングしなければいけないのかを覚えておく必要があるんです。ちょっと、どういうことってなっても大丈夫。ちょっと今から説明します。どういうことってなっても大丈夫です。 ABCDEFGABCDEFGABCDE、こんな感じでちょっとアルファベットバッと並列しました。もうちょっともう一回ちょっともう一回出してください。こんな感じにちょっと今アルファベットをバーッと並べてみました。で、これ今アルファベットをバーッと並べましたけども、英語でそれぞれの音名を書いているので、まあ、イタリア語ではラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ、ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソって書いてあるような状態です。で、ここから何を覚えてほしいかと言いますと、まずね、6弦の音、一番太い弦、6弦はこの E の音、ミの音に合わせる必要があるんです。で、5弦はラの音、4弦は D、E の音、そして3弦はソ、G の音、2弦は B、C の音、1弦は E、こんな感じ。これよかったら、ちょっとメモしておいてくださいませ。この ABCD ブラーってこうバーッと書いて、6弦は E、5弦は A、4弦は D、3弦は G、2弦は B、そして1弦は E、これです。これを覚えておかないとちょっくら大変でございます。ぜひ覚えておいてくださいませ。で、後でちょっと実践しますけれども、じゃあ例えば6弦音をボーンと鳴らしたとしましょう。で、ボーンと鳴らした時にチューナーがその6弦音を鳴らしているなという判断をしてくれないので、もしチューナーが、あ、今 A の音に近いなという判断をしたら A の音に合わせようとしてきます。ボーンと鳴らした時に G の音に近ければ、 G に合わせたいのかなこの人はという判断をして、 G に合わせるように誘導をしてきます。なので、まず真ん中の緑色ランプとか真ん中の点滅とかをさせる前にアルファベットを揃える必要があるんです。ちょっと実際やってみましょう。なんとなく見えてるかと思いますけど、実際やってみましょう。実際見えるのが一番手取り早い。レッツソラ行きます。チューナー電源オン。ベベン。で、6弦の音をボンと鳴らしてみましょう。ボン。で、今、チューニングが合ってるんで、E の音になってますけれども、これをちょっとわざとずらしてみましょうか。こんな感じ。まあ、適当に低くしました。ボン。そしたら C って出てきましたよね。C。で、C の上にこのね、メーター、ふよ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 って出てるんですけれども、このふよふよっていうメーターを真ん中に、緑色のランプを点滅させてあげれば、これでぴったり C です。ぴったり C。ちょっとずれてた C がぴったりと C になりました。ぴったりの C。しかし、ところがどっこい。6弦に関しては、C じゃなくて E に合わせたいんで、C にぴったり合わせたところで意味がないんですよ。
わかります？意味がないんです。ぴったり C に合わせたところで、それ6弦の音じゃねえからって話になってしまうんですよ。なのでさっき言った通り、6弦の音とボーンと鳴らして、まず E の音にしてあげる必要がある。やってみましょう。ボーンと鳴らします。ボーン。C が出てきました。このまま上げていきますね。ちょっとずつ上げていきます。そうすると C シャープという表記になりました。C の1個上ですね。C シャープ。で、C シャープよりもさらに上に行くと、この D。やりました。小文字の D です。小文字の D。でもまだ D ではなく、D シャープといった後の E に合わせたいんで E まで持っていきます。ゆっくりゆっくり。ゆっくり行きましょう。D シャープになりました。来ました。E。来ましたよ。来ましたよ。これでとりあえず第一ステップは OK です。アルファベットの E が表示されました。で、今、E が表示されているけども、微妙にずれてる E なので、これをぴったりとした E に合わせていってあげましょう。ちょっとずつ回していきます。で、この中段の場合は真ん中の緑が点滅すれば OK っていうことなので、こんな感じで真ん中の緑を点滅させて、チューニングを完了させてあげましょう。こちらの、ポリチューンの場合は、ユニチューンか。ユニチューンの場合は、こんな感じで、上下にこのね、緑色のランプができて、これでチューニング完了という形になります。なんとなく見えてきましたでしょうか。まず、ボーンと鳴らして、アルファベットを合わせてあげると、6弦だったならば、E の音、5弦だったならば A の音、4弦だったらば D の音という感じで、このアルファベットを合わせてあげて、それぞれ真ん中にぴったりと合わせてあげるという状態に持っていくと。そうすると、それぞれの弦がチューニング完了するわけです。なんとなく見えてきましたでしょうか。その後、2本ぐらいやってみましょうか。5弦は A、4弦は D です。レストライ。で、ちょっと今合っちゃってるんで、適当に出します。ダブルチューナーで今 F って出てきますね。 F シャープって出てきました。でも F シャープではなく F シャープ、G、G シャープといった後の A に合わせたいので A まで持ってきます。 G G シャープ A 来ました。で、これ今ちょっとずれてる A なので真ん中のランプを点滅させてあげて、下げれば OK です。で、その次 D 行きましょう。 D 余弦は D です。お、鳴らしたんですけれども D シャープって出てますね。 D シャープ、 D シャープの下の D に合わせたいんです。下ろしていきましょう。ランプがどんどん低くなってきます。で、低くなった向こう側に来ました。 D で、これまだちょっとずれてる D なのでこのままずらして、このままペコを回して緑色のランプを点滅させると、こんな感じのノリです。なんとなく見えてきましたでしょうか。こういう風にこの音名を覚えて、それぞれアルファベットを揃えて真ん中に合わせてあげるっていう風にやっていけば、それぞれチューニングが完了ということです。で、ちょっとまたね、このまた別で、気をつけたいこととして、中段の機種によって、モードとあと、ピッチっていうものが変えられるものが存在します。モードとピッチ。このコルクの PC2 の場合はね、そんな一切余計な機能がないんで、全然、そんなのないんですけども、モードってものが存在している場合、どういうのに気をつけたらいいかっていうと、機種によるんですが、モードというボタンを押すと、C、G、B、U、V みたいな感じで、そのモードを選ぶことができるんですが、C はクロマチックモードってやつです。これ使ってください。クロマチックモード。これ使ってください。で、G はギターモード、B はベースモード、U はウクレレモード、B はバイオリンモードという感じです。で、それぞれね、バイオリン、ウクレレ、ベース、ギターに特化したチューニングというかモードではあるんですけれども、ややこしいんで、C、クロマチック、基本のベーシックのクロマチックモードで使うことをとてつもなくお勧めします。よかったら、それぞれモードがついていても C で使ってみてくださいませ。そしてその次、ピッチ。チューナーの右上とか右下のところに440っていう数字が出てる、チューナーがあります。それに関してはそのピッチボタンを押して440からずらさないように、気をつけてくださいませ。これ基準ボタンですよ。440って 440Hz、まあ、ちょっと細かくは割愛するんですけれども 440Hz ってものを基準にしてチューニングをしていきましょうっていうモードなんですけれども、たまにね、その441とか442
でチューニングする時もたまにあるんですけど、でもほぼないです、ほぼないです。本当一部のクラシックとかね、一部のジャンルでたまに、ごくたまにやるぐらいで、とりあえず僕はもう15年間ギター弾いてきましたけれども、440以外のチューニングしたことはまずないですし、440以外のチューニングが必要だったことは、オアシスのDon't Look Back in Anger のソロ弾くときぐらいです。あれ確か443とか444なんで、そのときぐらいです。そうそう440からまずずらさないんで440、必ず合わせておいてくださいませ。大体の機種がそのピッチっていうボタンを押すと441、442、443、444、445って450からまた430に戻って、あとこうね段階的にあちこちあちこち行けるようになっているはずです。ちょっと441から、440から数字がずれているなということに気づいたらピッチボタンを押し440に必ず戻してくださいませ。これ442の状態でそのさっきのチューニングとか合わせても全然意味がなくなってしまうので必ず、気をつけましょう。モードが C、 そして440という感じでございます。中段の機種によってはね、こういう440とかピッチとかでモードとかはなかったりとかするんですけども、もし皆さんがお持ちの機種がこういうものに対応してたら、要注意という感じです。そんな感じです。 C で440と。で、ここまでで、ある程度覚えなきゃいけないこと、チューニングの方法というのは、以上でございます。どうでしょうか？なんとなく分かってきましたでしょうか？で、ここからね、そのコツを3つほど、お示しします。お教えします。コツを3つほど。なんかこう、チューニングのやり方なんとなく分かってんだけど、なんかいつもうまくいかないんだよって思ってる人がいると思うんですけども、3つほど、お教えします。まず1つ目は、反応が悪いっていうパターン。結構心当たりないですか？あれ鳴らしてんだけど全然出てこねえよ、全然許されねえよという感じになっちゃうパターン。このうまく表示をさせるために、ちょっといくつか工夫をしてみましょう。まず一つ目はこのクリップチューナーをしっかりとヘッドにかませるということです。クリップチューナーはその耳を持っているわけではございません。マイクとかついているわけじゃないんです。どういう風に音を拾っているかっていうと、振動で音を拾っているんです。振動なので、このクリップチューナーがこんな感じでちょこっとだけ触ってる状態だと振動って伝わりにくいじゃないですか。でもそうじゃなくて、この面を使ってこうべったりとくっつけるわけですよ。こんな感じ、こうやってあげるとね、振動すごい伝わりやすいな感じがするじゃないですか。こんな感じで、けどこれよりもこんな感じにすると振動伝わりそうな、伝わりずらすような感じがするじゃないですか。なのでこのギターのヘッドにこのしっかりと面を使ってべったりくっつけてあげるということが大事です。そうするとね、チューナーもねしっかり音を聞くことができて判断することができるので、しっかりとべったりとくっつけてあげましょう。で、反応しないからといって連打しないことです。あれならないな、なんかお話の出しましなってならないこと。これやるとそのチューナーが混乱しちゃうんですよ。え、なになになに、どういうことどういうことどういうことって。なのでチューニングしたい弦を、ゆっくりと鳴らしてあげる。で、弾いてあげたらしばらく伸ばす。で、この伸びてる音でチューニングをしてあげましょう。で、ずっとこう音を伸ばしてやってると途中から音が消えてしまってチューナーが何も聞こえませんってなるので、何も聞こえませんってなったらもう一回ボーンと弾いてあげて、こう伸びてる音でチューニングしてあげると、ここでね、オラ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 って連打するとどんどんチューナーがパニックになってくるんで、しっかりと伸ばしてあげて、この伸びてる音でチューニングをしてあげるようにしましょう。とりあえずこれが、コツ一つ目、しっかりとチューナーに音を聞かせてあげるということです。で、チューニングのコツ二つ目、ここに合わせるのに、なんだろうな、このちょっと低い状態です、低い状態です。で、低い状態からちょっとぐーっと上げていって合わせるときは、合わせるときは別に問題ないんですけれども、もし仮に上げていって上げていって上げていって、上げすぎたっていうとき、上げすぎたっていうとき、こういうときはそのままこう下げて下げて下げて合わせると、ずれます。ずれやすくなります。さっき実は予言の音下げてその D に合わせてるんですけども、この状態から軽く引っ張ってみましょうか。予言の音軽く引っ張ります。グググッと、そうするとちょっと低くなりました。こんな感じでその緩みというかたわみみたいなのが存在するので、上げすぎたならば、ちょっと大きく戻すか、それとも、ある程度戻して軽く引っ張ってあげてからチューニングをすると、いい具合にまとまります。たわみとかに緩みとかがあるんで、上げすぎた状態からこのままブーっていくとすると、ちょっと遊びが生じてしまってちょっと下がっちゃったりとかするんですよ。こんな感じで、ちょっとこのねチューニングがまたこうずれてしまう原因になってしまうので、
そういうのも、気をつけましょう。そして最後、チューニングのコツ、3つ目としては、あ、間違えてさっき喋っちゃったな。連打しないことだったんですけども、間違えて喋っちゃったな。なんか他にあるかな、もう1個ぐらい。ちょっと待って、考えます。チューニングのコツ、3つのチューニングのコツ、3つ目はですね、3つ目はですね、3つ目はですね、じゃあ強く弾かないこととかにしましょうか。強く弾く。今考えてるんかいみたいな感じですけど、ギターって、その、振動するわけじゃないですか。弦が振動して演奏するわけじゃないですか。で、この弦の振動が強すぎると、ピッチがシャープするんですよ。ちょっとやってみましょうか。今、これ E に合わせる状態です。ちょっと強火にわざと弾きます。こんな感じ。そうすると、ちょっと上の状態から真ん中に戻ってくるんです。ちょっと向かい。しっかり合わせた状態で、これ今合ってる状態です。ビヨンといきます。こんな感じ。で、上の方からこう戻ってきて、緑色になると。いう感じになるんですけども、強く弾きすぎるとピッチがシャープしてしまうんで、そっと弾いてあげましょう。そしてそっと弾いて、こう伸びている音でチューニングをしてあげるというような感じです。はい、そんな感じの3つのコツにしておきましょう。そんな感じでございます。いろいろ覚えることとかね、考えることとかって大変かもしれないんですけども、慣れてしまえばこんなのも超簡単なので、超絶楽ちんなので、すぐできるようになってくださいませ。それでは、今回はチューニングのコツという話でございました。頑張ってチューニングできるようになってくださいませ。それではまた違うところでお会いしましょう。さようなら、バッハーイ。